いつも動画のご視聴ありがとうございます。バニャどうもトロです。本編7章チャプター3ついにリリースされましたが、皆さん読み終わりましたでしょうか？個人的にチャプター2の終わり方についての解釈がドンピシャだったのでちょっと安心しましたね。もし外していたらツイステの考察やめる覚悟をしていましたからね。まあその辺の話は結構興味深い話になっていますので、まだ見てない人はねこちらをぜひチェックしてみてください。さて今回も情報整理&考察をやらせていただく予定ですが、これまでと違って細かい単位で何分かに分けて動画を投稿して、ある程度公開し終わってから生放送をする予定ですので、楽しみにしてくださってる方はもう少しお待ちいただけると嬉しいです。で今回お話しする内容は鳥肌ものだと思います。まあサクッと見ていきましょう。まずはこちらの画像を見てください。ストゥークス書院のセリフ LOD エリア 9-40、 これは一体何を意味しているのでしょうか？前後の文脈から賢者の島を指していることがわかりますよね。まあ、なので LOD は黎明の国ランドオブドーニングの略になり、その中のエリア 9-40 が賢者の島ということになります。となると9-40という数字の意味も気になってきますよね。まあもったいぶらずに言うと、これ実はアナグラムになっていて、数字だけを見ると940、間のハイフンを立てて先頭に持ってくると1940。この年に公開されたディズニー映画がなんとファンタジアなんですよね。やばくないですか？ミッキーのお師匠様の偉大なる魔法使いイエンシット様が登場し、ミッキーが帽子をかぶって魔法を乱用するあの映画ですね。なので前々から考察してきた通り、賢者の島のインスパイア元はファンタジア、まあ、加えてミッキー作品であることが確定したと言えるんじゃないでしょうか。まあ、一応他の根拠も説明しておくと、ナイトレブンカレッジの寮にインスパイア作品があるように、それぞれの国にもありますよね。ネッサの国ならアラジン、夕焼けの草原ならライオンキング、豊作村なら白雪姫、ならば賢者の島にもインスパイア作品が当然あるはず。賢者の島で開催されたイベントを振り返ってみると、記憶に新しいポートフェストのインスパイア作品はミッキーのデビュー作蒸気船ウィリー、広場や船の名前がそれに由来していましたし、ハッピービーンズデーはミッキーと豆の木、ゴーストマリッジはディズニーランドのパレードとミッキーのお化け退治、スケアリーモンスターズとエンハロもパークからインスパイアされたと考えられますので、賢者の島とミッキーの関係はタルタロスより深いです。そして今回チャプター3にてオンボロ寮のモデルがミッキーの夢物語であることがついに確定したので、 LOD エリア 9-40 の数字はやはりファンタジアの公開年のアナグラムであり、賢者の島のインスパイア元イコールファンタジアやミッキー作品なのは 99% 確定と言っていいと思います。となってくると、前に考察した通り賢者の島を舞台に7つの作品からインスパイアされた7つの寮が協力してロイヤルソードと戦うマジフト大会編が描かれるであろう8章では、ファンタジアとそれを参考にしたパークショーのファンタズミック、まあ、これがモチーフになってきそうですね。あと仮に賢者の島のモチーフがミッキー作品である場合、なぜそこにヴィランの魂を持つ者たちが通う学校があるのか、なぜその敷地内にヴィランの敵であるミッキーがモチーフの寮が存在しているのか、もしかしたらナイトレイブンカレッジはもともとファンタジアに登場するミッキーの師匠である偉大な魔法使いイエンシット様が治める学校だったのかもしれません。またこの辺はどこかで考察しましょう。はい、今回は以上になります。よければ今回の動画の内容に関して気づいたことや感想などがあればお気軽にコメントにお寄せください。また7章チャプター3で優先して動画にしてほしい内容があればコメントで教えてください。それではご視聴ありがとうございました。またねー、バイバイ。